きましょう。え、ちょっと待って、リモコン使っちゃった今。あ、スタート。うわ、何やってんの、やらかした。やるしかないんや、主人公完投勝利かつリモコンなしボス戦チャレンジ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ドラミです。ベストナイン、柳裕也投手初めての受賞ということで、それを記念して作成していきたいなと思います。よろしくお願いします。今シーズンの柳さんは投球イニングと奪三振数でセリーグトップ、防御率も 2.20 で最高成績、セリーグナンバーワンピッチャーに輝きました。奪三振ドクタケ欲しいな。奪三振王ですもんね。頑張って取れたらなと思います。カットで空振り取れるようなボールを用意してきました。5年目の覚醒ボール、これをつけていきたいです。やっていきます、よろしくお願いします。帝王帝王帝王、よし帝王来た。うわ、お願いします。あとはラグナロク日野くん、コントロールの初期値強っ。コントロール36から56の間で54来た。ラグナロク、よっしゃ、ラグナロク来た。2回戦帝王勝ち上がるかな。いや、勝ち上がってもらうな、困る。水野とヒヒリコンボの可能性も取っとくか。ある、ようやく長かった。1時間と34分、本日1周目いきます。やっと野球ができるワンダフォー、ルーレット。ありがとうございます。視界の力を見せられるか。ぶっ飛ばした。で5点差。いや、ウィリアムズ、オイラだって頑張って打つでやんす。ここでチャンス F からチャンス A になった。やべえ、強い。ナイスホームラン、8点差。ストイックに練習ですね。必要なのはもう技術いったんです。技術45点追加。岸田日のイベントね、クロスファイヤーと尻上がりのコツもらえます。技術が合計55ポイント。おいしい。あ、頼む、帝王、帝王負けんな、勝ち上がってくれ。よっしゃー、帝王の名前がない。来ました、ありがとう帝王、勝ち上がり。うわー、ルートがつながりました。ありがとうございます。帝王実業高校、帝王実業高校勝ち上がった。つもりパチパチ、ありがとうございます。肩も強い、そこ考えたら。いや、ナイスモグラン、そこ考えたらヒドの方が猫よりも上じゃないかな。いや、ポール惜しい。ではご案内いたします。じゃあプールで主人公やる気あげよう。さあ、わがま財団、これを起こすために厳選1時間半、そしてクオン六本木イベント、ありがとうございます。まあ合計技術が75点のイベントです。しかもまあクイック、金徳、走者、釘付けも手に入るんですよね。美味しいです。いきますか、わがま財団。ここまで来るのに1時間55分かかった。ドクター K 取りに行きます。フルカウントまで持ち込むでやんさ。どうや、ミオストレート重すぎ、ツーベースすら無理。矢部くん、さあ打席で日野が勇敢に立ち向かいます。チェンジアップ率めっちゃ多い、すんげえ助かるわ。ここからっすね、勝負は。さあ勝負してくるのか。とりあえず1点リードいきます。主人公猛打賞、主人公が一番活躍する。ちょっと慣れてきた、見ましたけど。変化球で後ろなかったらゲームオーバー。これは6点差、大丈夫かな。まだ大丈夫だと思うけど。変化球一人で取る必要がある。次2失点したらちょっと分かんなくなりますね。一応プラン通りではあるけど、プラン通りではあるけど。よっしゃ、 OK、 ナイスです。変化球ポイント3ポイントオーバー、危なっ。さあ技術50点、いいっすね。
ではこのコンボを起こすためだけに1時間半の厳選が必要でした。岸田妙心コンボ、ドクター K ジャイロボール、そして技術が合計90ポイント。いやーマジででかすぎる。神高猿でもドクター K 取れるんですけど、神高猿よりもやっぱこっちですね。頑張り神楽坂マックス技術90ポイントもらえる。今回水野ひじりコンボでいきます。余裕を持っていけるんだけど。ありがとうございます。あぶねパワフルフェスティバル。うわ筋力ポイントギリギリでした。よし、コンボ4つ目。練習場で技術40点追加。マジカルヒジリンコンボ、マジカルヒジリンコンボで技術が合計80ポイントですね。軽い球は消します。技術合計80ポイントの変化球35ポイント。かなり技術と変化球寄りのイベントを起こすことができます。 OK。 あ、最強大学、マックス技術130ポイント。技術ポイントに愛されてる今回。行きましょう。え、ちょっと待って、リモコン使っちゃった今。ルーレットスタート。うわ何やってんの、やらかした。高校 DH あり。うわ今日一のやらかしやっちゃった。え、ボス戦リモコンなしで経験点マックス狙えと、今世紀最大のやらかしだな。ナイスバッティング。しかもさ、ボス戦でしょ。高橋遥人はスタミナ切れてからの方が強かった。確かに確かに、そういう作成会もあった。いやーでも今日がそうとは限らねえんだよな。大丈夫かな、不安すぎる。真ん中ロス。難易度史上最強レベル。リモコンなしのボス戦で経験点マックスを狙い、かっこ主人公完投勝利付き。やばい。やるしかないんや、主人公完投勝利かつリモコンなしボス戦チャレンジ。ナイス一騎打ち取り。ちょっと待って、やばくね。ナイス、見逃し三振。枯れ葉のように舞い散る。いやいいカットボールだな。いやどうなんだろう、わからん。ララバ、バスやっぱグーがナイス、ワンアウトスタート。いやー強すぎるカットボール変化量。いいぞ。あんまり、よし一球一人変化球ナイス。あんまり折りへん投げすぎるとスタミナ消費量でかいんで、そこだけ注意。紫エフェクトライトライナー。はい、レフトライナー。セカンドライナー。絶対失点してはいけない。変化球一人が必要。取ってくれ取ってくれ取ってくれ。ナイス日のキャッチ。ここまでできることは完璧にできてます。変化球一人5回。目安としてはあと最低変化球一人3回は必要。ただ筋力技術のことも考えたら、早めに変化球1人3回やった後ストレート1人をやりまくる。あーハンダにも取られる。ヒロ君怖いっすよね、呼吸が。なーうめえ反町。もうやめてくれよ。
マジでそこかかってようやく出た長かったなー。ツーベース1本目パーフェクトピッチ来ない。7回表の投球操作超えろ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 、よっしゃこれ絶対ツーベースお願いします。よっしゃー、オッケー武田無理やりのツーベース紫エフェクトツーベース超えたね三森さん。いいよいいよ、連続ツーベースいいよ。トゥルルー、8回表来ない、悲しみの8回だ。変化量エッグ5年目の覚醒ボール来た。これさ、どうやって同点にする。完璧完璧完璧、失点ペナルティ、まあでも失点ペナルティ1で済んだのよかったですよね。筋力と技術だいぶ稼げましたね。だから変化球1人絶対必要。タイブレイク、いやもうバントしてくれるんだったらそれほど嬉しいことはないんだけど、はあ、ちょっと甘かったけどカットボール強いいカットボールだな。ナイス、ミノスさん。まあこのイニングがちょっと限界か、もしくはもう1イニングってところですかね。次のイニングの途中で多分スタミナ消えると思う。さあようやくホームラン打ちに行けるイニング来た。うわー、ゲッツーはやめて、使わずに、つらい、これはつらい。やばい、プレッシャーに負けてる。ナイス、いやワンチャン1点差勝利でもいけるライン来るかな。技術ポイントと変化球ポイントは超えるわ。でシングルヒット打てば筋力も1点差勝利で超えるライン来る。 1.1 倍、1点差抑えろ。いやそれ入ってるだろ。よし取れる、軍道なら取れる。ナイス、11回完投あるか。1点差で筋力技術変化球超えるはず。はあ来た、日本シリーズですか。日本シリーズ並みの緊張感。よっしゃー超えたー、ナイス、待っていいのリモコンなし主人公完投、経験値カンストきたよっしゃ、リモコンなしでボス戦経験値カンスト達成ありがとうございます。いやめっちゃ難しかった、何これ、投球操作飛びすぎでしょ。もうほぼリモコン分を延長戦だけで稼いだような、もういやもうタイブレイクも完璧ゼロで抑えたよ。やっぱ日野は強かった、ありがとうございます。はい、ということで、いやボス戦まさかのリモコンなし経験点、全試合フル完走、ドクター K 柳さん、5年目の覚醒ボール、このボールが空振り取れるカットボールに進化しました。まあ、パワープロでも書いてあったんだけど、かなり技巧派というか、まあ、技術力が高いって書いてあったんで、かなりアウトクオミに取れました。
変化球中心もつけました。まずよかったらパワーナンバーダウンロード、そして高評価チャンネル登録よろしくお願いします。自動失点含め失点があったら終わっていた。この闇のゲームを乗り越えました。